心にビタミン C、バリトン系。こちらのお店、バンバールさんでございます。急に胃の中に激辛をね、鬼辛を入れると胃がびっくりしちゃうんで、シラスのスイザーサラダを。まあちっちゃい魚がいっぱいだ。これをまず胃袋に敷いてから鬼辛いきたいと思います。こちらが激辛です。そしてこちらが鬼辛です。若干色が濃い、私は鬼辛をいただきます。鬼辛タコアラビ来ました。匂い的にはね、全然大丈夫そう。これイケメンじゃないか説が出てきました。そうですね。で、私はまず麺を食べるときはどういう麺なのか、まず麺に聞いてます。ちょっといいですか、聞かせていただきます。 I like good man bad man gentleman。やっぱりこちらじゃないね。ありがとうございます。じゃないね。あ、見て、見えるかな、これ。あの、私やっぱペスカタリアンなんで、お肉が食べれない。でもこれタコアラビだから、タコがね、あの、辛さというよりも厚さが立ちそうな感じです。面白い。いただきます。業界的に、香りがこれ辛いなんだけど、辛いですね。あ、でもうまい、めっちゃうまい。そしてやっぱ厚さが高くて、でもね、うまいわ。いけるかもしれない。あ、いけるわ。痛くないですか？でも、なります。味付けがめっちゃ美味しい。匂いめちゃくちゃいいですね。あの、スタッフさんが激辛の方を頼んだので、ちょっと食べますか。でも両方食べてもらって。はい、いけちゃいます。だから鬼辛と激辛の違いがどれほどあるのか。あ、辛いです。辛い、あ、辛いです。こっち激辛です。そして熱いよ。熱いです。辛い。なんかね、色がやっぱり鬼辛の方が濃い、血みたいな。いろんな質問が出てます。あのね、激辛全然大丈夫。やっぱ全然違うね。いろんな汁が出てますけど、ね、気持ち悪いください。全然違うね。全然違います。やば、すごい。鬼辛行った後に激辛食べたら、普通に美味しいピリ辛タコアラビって思う。皆さん、いきなり激辛、鬼辛ぶっ込むこともないように、まずサラダとか。明日の、はい、アースがね、死ぬ問題と思いますけど、それは明日になる。うまっ。なんかこのソースを食べるパンが欲しいよね。めちゃくちゃ美味しい。マジでうまい。めちゃめちゃうまい。で、ニンニクめっちゃ効いてるからめっちゃ元気だよ。ただ喉に詰まります。うん、うん、これめっちゃ辛いな。毛穴開いてます。汗が全然レベル違う。辛っ。でも辛い、やっぱり辛い。この唐辛子の量
意味わかんない唐辛子の量。でここでちょっとサラダで、鼻水ぶっかけるんやけど、ずっとこの私が辛い辛い言いながら言っちゃってるよ。食べる動画が続きます。やだよ、嫌いなもんだよ。一旦慣れるけどやっぱずっと辛い。やばいな。こっちからでも大丈夫。はい、これはもう美味しく食べてください。美味しいです。味変ですか。ちょっと味変ですか。スタッフさん、メタボとパッチの前で帰る白ワインですが、現実になりました。うまっ。皆さんは多分、めっちゃ辛いった方がいいと思います。アイラインも取れてるよな。コットンさんとか激辛ロケ行ってるじゃないですか。本当かよって思ってたけど、辛いわ。なんかマジでやばいわ。大丈夫ですよね。いらっしゃいませ。ありえないぐらい。人生で一番辛いかもしれない。いやでも完食もですけど、I can do it。 うん、いや、いけないかもしれない。ちょっと一口でかいか。いや、これで辛いんだな。トライアンドエラーで食べ方わからない。これぐらいをベロの奥に突っ込む。でも末端はゼロの末端が辛いですから結局は。スタッフさんももうすぐ完食です。いやマジでカレー、穴という穴から汁出ます。そもそも量がバカだもんな。でも気づいた、麺が一番辛いかも。熱いかな。どうした。ただ時間を僕にください。ゲロあります。私ゲロありますか。よし、もう会話がなくなってきたよ。辛すぎてパンにめっちゃ合うわ。でパンはなんか食レポとかねやってみたいなって思ってたわけなんです。激辛のいいかもしれない。これきついよね、お仕事で。口が私今アンジェリーナ・ジョリー見たら唇なってます。大丈夫。そしたら、ラスト。マジで辛いです。でも夏にぴったりで、皆さん辛いの自信ないんだったら激辛いってください。鬼辛はマジできつい。味はうまい。痛ないけど痛い。呼ばないでしょ。